こんばんは、オーメンズイレブンです。本日は山梨県山梨市にあるほったらかし温泉キャンプ場へ向かっています。今年2回目の宿泊で3ヶ月前から予約をしました。前回の様子は概要欄の URL からご覧ください。本日もいつものように深夜出発だ。突然謎の渋滞にも巻き込まれたが、もうこの道も随分通い慣れたものだ。山中湖を抜け、道の駅富士吉田に到着。車中泊ついでに寄っているのもあるが、道の駅にある自販機で飲み物を買うことが醍醐味の一つでもある。今日はしっかり仮眠取れるといいな。朝だ。よかった、2時間は熟睡できた。少し喉が痛いのは気のせいだろう。ここからほったらかし温泉まで約1時間。到着するまでのドライブがたまらなく楽しいんだ。コーヒーさえ飲めれば完璧だったな。そういえば紅葉シーズンだ。全体赤く色づき始めている。さらに青空も覗き始め、私の気分を盛り上げる。目的地です。伊沢温泉で酒や側浪に到達を済ませる。嘘だろ、雨が降り出してきやがった。私はどれだけ雨に愛されているんだ。ごしらえだ。思いのほか混んでいるな。腹が減った。ただいま発見中です。この
温玉揚げが信じられないほどうまい。こちらのお店は卵かけご飯で有名だ。朝日とともにオープンし、長蛇の列ができるらしい。うますぎる。なんだこれは。相変わらずの景色。欲を言えば見晴らし台が欲しい。温玉揚げを食べたら余計にお腹が空いてきた。せっかくなので景色を見ながらそばを食べることにした。かき揚げそばが安くて普通にうまかった。そろそろチェックインしようか。キャンプ場はすぐ隣だ。この雰囲気を見てくれ。コーヒーが飲みたくなる。特に買うものもないが、店内をつい見てしまう。この頃からだろうか、体に異変を感じ始めたのは前回と同じ小屋付きサイト弟だ。人気すぎて数ヶ月前から予約しなければならない。前回来た時はタープが雨漏りしていたが、新調されている。1人5000円、正直かなり安いと思う。夜になればまた違った風景を見せる。さて荷物を出すか。今回は小屋の横にテントを建てる予定だったが、やはり面倒くさくなり中止した。喉が渇いたな。一瞬ゾッとした。キャンプあるあるだな。最高の時間だ。何ヶ月も前からずっと楽しみにしていた。
不足のせいか頭が少しぼーっとする。私は夜に備えて少しだけ仮眠を取ることにした。後編は概要欄 URL から。